ではニュースを哲学するの9ですね、今日はあの岸田内閣で、打ち出されております、その看板になっている新資本主義について、やってみようかなと思います。成長と分配の好循環をということで、富めるものから貧しいものに分配する、幅広い層の所得を引き上げ消費を活性化するという看板政策、新しい資本主義というのが出てきたんですけど、まあ、それについて、いろんな、動きがありますので、紹介しながら論じていこうかなと。で岸田文雄は自民党新総裁に選出されるや新資本主義の実現を目指しますと、まあ、新資本主義宣言を打ち出しました。このところ、まあ、格差拡大がひどくて国内需要を支える中間層の所得が伸び悩んでいます。そのために、長期デフレ不況が続いているんですね。国内総生産 GDP はこの30年間、停滞したままです。まあ、全然あの、経済成長していないんですよね。これ我々、まあ、成長経済成長時代に、まあ少年時代を送ってきたんで、あのそこから考えるとちょっと驚くんですけれども、30年間も停滞している。そこで成長の果実をうまく分配して中間層を厚くして、成長と分配の好循環を実現し経済を成長軌道に乗せようと、まあ、そういう心構えなんですね。そういうことを言ってはるわけですね。まあ、これはあのアメリカなんかでも民主党政権なんかだったら中間層、を厚くするという政策をよく言うんですけど、なかなか実現しないんですよね。でこれから総選挙ですから、幅広く国民から支持を得なければなりません。そのために成長の成果を国民に広く分配する新資本主義を打ち出して選挙戦を乗り切ろうという計算もあるかもしれませんね。でも単なるリップサービスではなく、長期停滞から抜け出すためには幅広い層の所得を引き上げ消費を活性化することは確かにこう必要なんですよね。それをやらないと停滞から抜け出すことはまあ無理であろうと、まあ誰しも思っていると思うんですけど、だからやはりそのある意味本音がまあ何とかしなければいけない気持ちはないことはないやろうとは思いますよね。単なるリップサービスだけでまさかね、そういうこと言わないやろう、まあ、そういうことですね。それに沿った政策を実行しなければ令和の凋落、まあ、平成は停滞ですけど令和は凋落だって言うんですよ。これがまあ非常にひどくなると企業が利潤がなくなってしまう、まあ、利潤率の傾向的低下っていうことがまあ問題になって、それであのもう資本主義は成長できなくなっているんだから、もう成長なんか目指すなと、で環境にも成長は悪いから定常化経済がいいんだっていう人もいるんですよね。まあそれが民主党のまあブレーンになってたりして、そこが問題なんですけど、しかし早速その官財界から反発が出ている。これはあの要するに岸田さんに対する反発ですね。でしかもその反発している人が財務省の政務次官ですよ。まあ、最高の地位にある人ですよね。あの政治家ではない要するに肝心っていうか、役人では最高の人ですね。矢野康事務次官が8日発売の
月刊文藝春秋に寄稿しまして、自民党総裁選や野党与野党の政権公約に見られる大盤振る舞いの財政出動合戦を批判し、日本の財政悪化を早期に食い止める必要性を強調して、まあどんどん財政赤字が膨らんでいるよと、そんな景気にいつか大盤振る舞いばっかりするからね、もう日本の経済はパンクするよ、財政パンクするよと。で、先進国でずば抜けて大きな借金、まあこれ1000兆円上る累積債務を抱えているわけですね、を国と地方合計で抱えているにもかかわらず、さらに財政赤字を膨らませる話ばかり飛び交っているのは、タイタニック号が氷山に向かって突進しているようだと、もう必ず日本は座礁してしまうということですね。で、まあそういう財務省の自分次官にね、7月にね、就任したばっかりなんですよ。それで、省内切っての、まあ、財政健全論者で、その人がそういうことをストップかけるようなことを言ってるわけですね。だから、しかしデフレから長期にわたって脱却できず、ゼロ経済成長が続いているのはなぜか。なぜ税収が伸びないために累積債務が膨張しているのかを考えるべきでしょう。これはまあ僕の意見ですけど、矢野さんとは正反対ですね。それは技術革新で富が増えても省力化を伴うために国内需要が伸びずデフレに陥っているからです。だとすれば、さまざまな名目で所得を国民に幅広く分配して経済の好循環を取り戻す必要があります。経済が順調に循環すれば税収が伸びて財政赤字は減少するわけです。だから財政支出が増えれば赤字が増大するとは限らないですよ、ね。もうその、財政支出を増やせば赤字なのは当たり前やないかと思ってるんでしょうけれどもね。なぜその財政赤字が増えるかっていうと、税収が減るからなんですよね。だから税収が増えるためにはどうしたらいいかというと、所得が増えないと税収は増えないわけでしょ。その、ね、所得税に関しては、で、法人税についても、その売上が伸びない、売上が伸びるというか、会社の利益上がらないと、もちろんその法人税も払えないということですから、だから当然その、儲けないと儲けない、その売れないといけないんですよね。で、お金なかったら売れないわけやから、当然そのお金をですね、配らなければいけないということですね。だからお金配ったら循環して景気になって税収が増えてっていうことです。だからその場合に結局、お金すりすぎたらインフレになるから、そのインフレにならない限界内で、しなさいということですよね。それをまあみんな言ってるというか、そう思ってる人も多いわけですけど、そういうことでね。だから財政赤字抱えてたらお金出さないったら、全然その所得がないわけやから、買えないわけやから、買わないわけですから、当然その景気はもっと悪くなって税収も伸びないんですよね。そういうことなんですね。ただし生産性において日本が国際競争で遅れを取りますと、外国製品に需要が集まって国内産業が余計に衰退するので、教育の充実や先端技術の向上などの研究体制を整える必要があります。これ何言ってるか、ここのところを理解しないといけないですね。ただお金をまいたらいいって言っても、そのお金で外国製品ばっかり買われたんでは、結局、
国内の産業は衰退してしまいますからね。だから国際競争力がなければいけないんですよ、日本企業にね。まあ、別に日本で、その、生産とか営業とかしてる外国企業であっても構いませんよ、それも日本企業、ね。なぜ日本で作られて日本で循環しているものがですね、買われなくって外国から入ってきたものに買われたらお金が出てきてしまうわけです。せっかくお金配っても、だからいや日本で作ったものは循環しないまま残りますからね、やっぱり、経済停滞したままということになりますよね。だからその生産性がですね、国際競争に負けてはいけないということで、じゃあ何によってその、生産性が外国よりも高いことを維持できるか、まあ、基本は文化水準が高なかったらダメなんですよ。だから教育が根本ですよね。教育を充実するということが根本。からもちろんその具体的に言えば、まあ、先端技術なんかで負けてたらダメですから、先端技術の開発に関しては国家がですね、企業だとか大学だとかと、この連携してですね、技術開発を主導するという責任があるわけですね。で国のお金を使ってもまあ文句言われないようなことですよね。AI 技術だとか環境技術だとか農業とか医療とかね、そういうところを重点的にですね投資して研究開発して世界に最先端の技術を、まあ、作り上げるということが必要ですよね。こんなコロナ禍とか起こった場合に世界に先駆けてワクチンを、ね、開発するとか、そういうふうにして国際競争力がなければいけないんですよ。それでまあね、負けず魂で頑張ってもらう、ね、そういうことをやっぱりね、それ基本やん。だからそういうことなんですけど、その遅れを取ってはいけないっていうことはもちろんあるわけですけど、ただ今の場合ですね、そのお金をですね、やはり収入が、まあ、みんな減ってるわけです。そこ回してデフレなんだからね、回るようにしなければいけない。だからその矢野さん何を考えてるかね、要するに財政赤字抱えてるから、ね、そうなの、下から抑える抑えたら余計不景気になるわけです。だからそこのところ分かってない。抑えて、消費者にお金を回さなかったから不景気になってくる。それからトスポのウェブによりますと、まあ、この記事ですけど、楽天グループの三木谷博史会長兼社長が、会長兼社長ってある、新資本主義っていうのは新社会主義やって怒ってるんですね。それは何かというと、投資家っていうのは株式の売買で利益を得たり、配当金で利益を得ますね。でこの金融所得の課税を強化したら、まあ言えば投資家は損やね、その分で。だから投資熱を冷ますことになりますよね。潰す気かと金融市場って怒ってるんですね。でそういう金融所得、ここで得る所得ですね、それに税金を強化してですね、そのかける税金を強化して、で中間層に分配しようという岸田首相の考え方ね。そんなことをしたら投資をしても儲からないということで金融市場が崩壊してしまうじゃないかと書いてあるんですね。でそれに総裁になる前に、
議論しておくべきことやのに、通ったら言い出した。これはちょっと、騙しやないかと。詐欺ちゃうかということですね。なってから、党員や支持者への裏切りではないか。つまり彼らは、財界の人は、ね、資本家の味方だと思ってたら、資本家から金取って、貧乏人に回すんかということですね。裏切りやないかと思ってるみたいですね。露骨な甘い言い方ですね。そういうのはね、お前遠慮して言うべきなんですけど。それにキャピタルゲインへの課税は企業が税金を払って残った利益を株主に配当しているわけだから、二重課税で本当はダメなんだと。会社はつまり法人税とか払ってるわけですね。で、その利益を、に課税された残りを会社の儲けとして株主に配当してるわけ。で、その株主からまた税金を取ると二重課税やないかということでね。もともとそのアンフェアな二重課税の税制なんやと。キャピタルゲインへの、株で儲けたりすることに対する課税というのは、ね、二重課税なんだ、ね。だからそれ自身が不当なのに、それを強化して、で、その、低所得者に回そうというふうなことは、社会主義や。資本主義とは言われへん。社会主義で。いうふうにこう言ってるわけですね。新社会主義。しかし実際にね、最近は所得格差が拡大してるんですね。で、三木谷さんみたいな超富裕層というのが富を独占しているわけ。で、ソフトバンクの孫正義とか思いますよね。そういう大金持ちみたいな人何人もいてね。これが独占してるんですね。で、中間層が困窮しているわけですね。だから消費が伸びない。それで結局企業も売上が伸びないわけですね。まあ、その三木谷さんの楽天だとか孫さんのソフトバンクなんかは頑張ってるかもしれないけれども、全体とったらですね、先ほどから言いましたように、もう30年間 GDP は停滞してるんですよ。だから、そういう格差拡大 しすぎると、国民全体で所得がないわけやから、買えないから、どうしても不景気になるわけですね。企業が利潤が伸びないんです。こんな利潤率が低下しているっていうふうに言われて、それはマルクスが資本論でですね、必ずその資本主義って利潤率が低下して成立しなくなっちゃうよと言ったら予言通りやとか言ってですね、言うわけですけど、その予言で言ってることとは実際は違うんですね。実際は要するに先端の、まあ、自動機械なんかに労働力を置き換えられることによって、生産は伸びるんだけれども、置き換えられたために、雇用所得ですね、それがなくなっちゃうために需要がなくなって売れないから利潤率が低下しているんです。だからマルクスが言ったのは、その労働者に投資する割合が減るから労働者だけが価値を生むから、その割合が減ったら価値も生まなくなるということを言ってるわけですけど、実際は価値を生んでるのは自動機械の方なんですよね。自動機、まあ労働者も生むけども、労働者の割合減るわけだから、で自動機械の割合が増えて、自動機械がたくさんの富を今まで以上にこう生産するんだけど、こっち側が所得が、労働者の所得がなくなっちゃうから、買えないから結局売れないわけ、ね、だから儲からないから
利潤率も低下するというのが現実ですよね。まあ、そういうふうに考えますと、何とかしなければいけないということでね、金融所得課税を引き上げたりしなければいけないということですよね。で、教育費の補助や看護師や福祉介護士、介護福祉士っていうのかな、などの賃金を引き上げたり、あるいは最低賃金を引き上げる。その財源に、最低賃金引き上げられたら困る中小企業もあるので、補助とか必要なんですよね。財政的に援助しないと。まあ、そういうようなことがあって、その財源に使おうということですね。そうしてやっとその景気回復できるわけですよね。そうしたら資本主義の危機をまあ救う足しになるということですね。それだけでできるかどうかは問題だけど、ね、足しになるわけですね。で、それを資本主義ではなく社会主義、資本主義を救う足しになるんだから、資本主義的な政策なんですけど、いや、その社会主義はもう社会主義はどんなんとか言ってるわけね。このようにいざ新資本主義的政策を実施するとなると、官界財界からの妨害を受けますし、法改正にあたってはスポンサーの圧力に弱い国会議員たちが抵抗してなかなか進みませんというね。主にね、これは従って OECD などで協定して、まず法人税の引き上げですね。これをやらなければ法人税が少なすぎるわけですね。つまり労働者少なくなってきて、自動機械ばっかりだってくるとですね、労働者に分配しなきゃしなくてもいいから、利益がその、資本家総取りみたいになるわけですね。でそれが、まあ、会社の利益として、社内留保されてで、するから、法人税が安かったらものすごいあれなんですよね。で、法人税率をですね 40% ぐらいに、する必要があるということなんですけど、で累進税率というのもそうですね。これも、このあまり累進税率が弱かったらですね、結局資本家だけが儲かるようなシステムになってるんだから、全然労働者の、あるいは失業した脱労働者化した人にお金がいかなくなっちゃう。だから累進税率もそこそこ強くしないとですね、いけないんですよね。だから今はもうアメリカは民主党政権ですし、ドイツでも社民党が第一党になったのか、法人税率を上げ、累進課税を、強化するというのは、どこも賛成なはずですよね。ですから、でも一国単独ではできないんです。そういう時代なんですよね。だから、なぜかというと、もう、完全にグローバ経済がグローバル化して、資本の動きも貿易も全部自由化してるわけですから、法人税が高い国には、まあ、本社を置かないで一番安い国に本社を置いてね、そこに利益を全部移しちゃうということになりますし、累進税率が高い国には住所を置かないで、富裕層はね、一番安い国にこれ住所を置くというようなことをしますんで、結局税収にならないんですよね。累進税率を高くしたり法人税を高くしたら、だから国際協定でもって決めないと逃げられちゃうわけで、だから国際協定を結ばなきゃいけないわけですね。そういう時代だということをはっきり認識してですね、OECD なんかで、
なったらいいんですけど、ところがまあ残念なニュースが入りまして、OECD が法人税の最低税率を 15% にすると決定したんですね。でこれはあの 15% 以下のもう本当にまあ税率ゼロに近いの 10% ぐらいの国があったら、みんなそこに本社を移しちゃうとのがえらいことやけど、 15% 最低税率を決めておこうということですね。これ考え方間違ってます、ね、これはね、要するにね、現代を見てください、現代そのフランスでも 32% 法人税ですね。日本は 29% かなんですわ。でこれも法人税高い方、アメリカが一番高かったんですけど下げたんですよね。でアメリカの方が25ぐらいで低いんですけど、低い国になってきたら 10% 切るような国もあるんです。要するにその外国資本を導入しようとして税率を下げてるんですね。まあそういうことで、こういうことになるので、あのやはりですね、15% でどこですか、 15% ね、これ19だからね、あ、ここ15、ここですわ、ほとんど15以下なんかないですね。だからあ、累進、その法人税は今でも 30% でも安すぎると思う、 40% にすべきです、ね、全部で。そうしたらどこの国の財政もそれでもって安定するわけですよ。だから国家は絶対損しないわけです。ほんで資本家もどうなんかということですけどね。だからそれぞれの政府の財政が安定しますから、当然まあ言ったら中間層が豊かになれるわけですね。そうしたら景気も良くなって、売上も増えて利益も上がるわけ、会社のね。そういうふうに考えれば本当は資本家も得なわけですよ。法人税 40% にしたらね、得なんですよ。ところがまあみんな反対するでしょう。その資本家はもうなんせ自分払うの嫌やからね、あの会社法人税高くされるの嫌ですよ、ね、だから低く低くと思ってるし、累進課税にしてもね、累進税率が安い国に自分の住所を移そうとしますよね。そうやって逃げよう逃げようとするわけですね。そうすると結局国の財源が安定しなくなって、あの結局中間層が弱くなってですね、景気悪くなるわけ。だから景気のいい時代、高度成長とかそういう時代は、あの中間層の所得がどんどん伸びていっていった時代なんですよね。でそういう時に会社も儲かるわけです。で、もう資本家にとってもその方が反映していいわけなんですよね。でも皆短視、近視眼的にですね、目の前の利益を追求するわけですから、それは分かってないという。だからやっぱりあのしっかりですね、理論構築して説得して、資本家にとってもそれが本当は利益なんだっていうことあの説得しなければ、それだけの力がやっぱり首相やったらなかったかいませんよね。まあ、そういうことであのなんですけど、まあ、経済のグローバル化はすでに深く進んでいるので、各国は独自に法人税を引き上げたり累進課税を強化することができない時代になっていると、そこを認識しておかないと。で、格差是正という世界の共通に課題を認識して国際協定を結んで実現させるしかありません。それを実現しないと成長の果実を国民全体に分配できないことになり、
その結果デフレ不況が深刻化して、それこそ資本主義の危機だということです、ということでね、まあそのことをしっかりですね、岸田さんも認識していただいて、このリップサービスに終わらないよ、ね、で民主党政権の、まあ、苦いクリントンなんかの苦い経験も十分総括して、ね、ライシュさんなんかが一生懸命言ってますからね、民主党政権で、労働大臣ですかなんかやって、まあいろいろ苦労してるわけですね、そういうの掲げたけれども実行できなかったっていうことですよ。だからあの口先でね、新しい資本主義いうのは簡単やけども、それを実現する責任があるわけでね、リップサービスで騙しに終わったんではいけないよっていうことなんですよね、だからそこをやっぱり、国民もですね、なかなかこの今のままではですね、信用できないっていうことを分かっていただいてですね、監視していくということが必要と思いますね。こういう、抵抗勢力がたくさんいましてね、これはなかなか力がありますからね、そういうことで今日ここまで。結論が大変なんで、あれ、こうか、うん、なんで、ここや。